皆さんこんにちは。 FC 東京サポーターのジャッカルヨッシーです。本日の動画はこちらです。 FC 東京 VS セレッソ大阪マッチプレビューということで、4月15日に味の素スタジアムで行われるこの一戦をプレビューしていきたいと思います。トピックスはこちらの3つです。まずは今年のセレッソ大阪を振り返っていきたいと思います。2023年、セレッソ大阪のリーグ戦での対戦成績は2勝3敗2分けの13位となっています。開幕前は香川選手やレオセアラー選手の獲得で前評判が高かったセレッソ大阪、開幕戦は今季昇格組のアルビレックス新潟です。一度は奥野選手のゴールで逆転に成功するんですが、新潟千葉選手にゴールを決められて開幕戦はドロー発進となっています。その後2節の福岡戦、3節の浦和戦で連敗、3節まで終了した時点で1分け2敗とスタートダッシュに失敗しています。しかし4節より香川選手がスタメンで起用され始めると、4節の突戦では香川選手の約12年ぶりの J リーグ復帰ゴールも飛び出し、2対1で今季初勝利を挙げています。5節の川崎戦はスコアレスドロー、6節の昨年王者横浜 F ・マリノス戦では2対1と競り勝ち、今季2勝目を挙げています。チームは香川選手がスタメンに定着することによってチーム状況もかなり好転しているように感じています。2つ目のトピックスはこちらです。FC 東京との対戦成績です。FC 東京対セレッソ大阪。リーグ戦での通算成績は、FC 東京の12勝11敗9分けと、ほぼ拮抗した対戦成績となっています。また、ホーム味の素スタジアムでの対戦成績は、FC 東京の8勝5敗3分けと、FC 東京が勝ち越しています。そして直近の試合では FC 東京がリーグ戦7戦負けなしとなっています。そして2022年にはシーズンダブルを達成しています。しかし2023年に対戦したルヴァンカップの予選では0対1と敗戦しています。3つ目のトピックスはこちらです。本節の予想フォーメーションです。まずはセレッソ大阪から。今節はフォーメーションを 4-1-4-1 と予想しました。ゴールキーパーはキム、ディフェンスは左から山中、鳥海、ヨニッチ、松田、アンカーは鈴木、左サイドハーフにカプシャーバ、右サイドハーフにクルークス、インサイドハーフには香川と奥野、ワントップはレオセアラとしました。亀田選手は怪我のため欠場の可能性があり、スタメン予想からは外してあります。続いては FC 東京です。フォーメーションは 4-1-2-3 と予想しました。ゴールキーパーはスオビック、ディフェンスは左から徳本、トレビザン、木本、中村、アンカーは東、インサイドハーフには松木と小泉、スリートップは渡辺、ディエゴ、中川としました。アングラガンでカシェフ選手は怪我のため欠場が濃厚です。それではこの試合の注目ポイントを見ていきたいと思います。一つ目はこちらです。レオセアラ選手の決定力。セレッソは今シーズン無得点試合がスコアレスドローだった川崎戦しかなく、しっかりと得点の取れるチームとなっています。特にレオセアラ選手は直近2試合で2ゴールずつと好調を維持しており、両サイドのクロスにレオセアラ選手が押し込むという形が多くなっています。 FC 東京ディフェンダー陣はこの攻撃に注意が必要です。2つ目のトピックスはこちらです。ディエゴ選手のポストプレー。セレッソ大阪の無得点試合は
1試合のみだとお話ししましたが、無失点、クリーンシートもこの川崎戦の1試合しかありません。 J リーグを代表するキーパーの一人であるキム・ジンヒョン選手を擁しながら不安定な守備となっています。前節の札幌戦も2対3と出入りの激しいサッカーをしていましたが、その札幌はロングボールをセンターフォワードのキムに当ててボールをキープするか、サイドチェンジ気味のロングボールでディフェンスの背後を取るなどしてチャンスを多く作っていました。またボールが収められなくても中盤の選手がセレッソの中盤にマンツーマンで張り付き、セカンドボールを回収、ショートカウンターにつなげてゴールに迫っていました。東京にはポストプレーにもボールキープにも定評のあるディエゴ・オリベイラ選手や、斜めの走り込みからペナルティーエリアに侵入できる中川選手にロングボールを集めたり、松木選手や小泉選手には連動したプレスから相手のミスを誘い、奪ってからのショートカウンターなどでゴールにつなげてほしいところです。ディエゴ選手へのマークはきついものになるかもしれません。しっかりと周りの選手がフォローをして、セレッソのインサイドハーフ香川選手と奥野選手から危険な縦パスを出させないように、前線からの守備も鍵になってくると思います。以上、予想フォーメーションでした。この番組ではFC 東京の動画や同時視聴配信の他にゲーム配信も行っておりますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。 See you next time. バイバイ。